にちは、格付けです。バグフェイブルズ続けていきます。はい、シロアリのところで、今から戦いが行われますね。闘技場です。やっていこう。ふむ、あなた方はアリの王国の騎士たちですか？ちょっと痩せてますね。スタイルが良くない。なんですって？まあどうでもいいことです。みんな新しい挑戦者が来るのを心待ちにしてるんですから。準備はできましたか？コロシアムに入ったら3連続でバトルですよ。まあとりあえず行ってみよう。いいでしょう。左側にあるドアから入ってください。私はお遊びであなた方の勝ちにかけたので、せいぜい頑張ってくださいね。あんたにいくら壁り払う、渡したらその分上乗せして後で私たちに払い戻してくれる？いいえもう本人は勝つ気満々だからね。重そうだな。シロアリってそうだよね。メスがすっごい大きいよね。メスっていうか女王メスか。女王アリか。労働者、科学者、その他すべてのシロアリの民たちよ。今日の戦いはいつも目にするものとは違う。我が王国の名誉が語った戦いなのだ。外国から来た騎士たちが自分たちはシロアリの王国で一番強い選手よりずっと強いと抜かすのだ。引っ込め、やっつけろ選手たち。あーわー、その意見が正しいかどうか、古よりご先祖様の代から受け継がれてきた伝統によって確かめましょう。古き良き皆のもとで、前での果たし合いで。イエイ、戦い、いけいけ。騎士たちは一体どれだけラウンドを耐えられるでしょうか。長ったらしい話はここまでにして、さあ始めましょう。左ゲートから入るのはミツバチの B、 カブトムシのカブ、ガのリーフ、ヘビのアギト隊です。やるぞー。見せてやろう我々の強さ。チーム名を別の名前にすればよかったな。こんなに有名になるとは思ってもみなかったよ。そうね、この名前でぴったり合ってるさ。戦うことに集中しよう。いつも通りうまいことかっこよく決められるって。さて、右ゲートから入るのは外国から来た騎士たちのウォーミングアップにふさわしい禁じられたちの凶暴なモンスターたちです。あ、やっほーなんかシュールだな。では始め。君たちは余裕ですよ。余裕余裕。後ろから倒そうかな。それ、ドン。オッケー。カブさんが走るか。あ、ありがとう。それは嬉しい。あ、おまじないが切れた。またしに行かないとな。アイスフォール。それ、ドン。オッケー。ノーダメでいけるんじゃない？そう、よい。カブさん倒すでしょう。よいしょ、あ、1か。そうか。リーフくん。あんま使いたくなかったんだけど。フリーズコフィンでいくか。と、ブレイクしておけばよかったな、先に。1。1しか入らない敵なんてね。こんなの大したことないよ。うおー、 B、 カブ、リーフ、イエーイ、いけいけ。あ、意外とノリノリじゃん。うん、全く大したことのない戦いだったな。それでは次だ。次はクロス、そしてポイと戦ってもらう国境警備隊で一番勇敢な2匹だ。こんにちは、クロスとポイ。あ、モンバンさんたちですか？よう、また会えて嬉しいぜ。手加減はしないぞ。全力を出すんだな。あなたたちが俺たちを信用してくれたおかげでここまで来れました。戦えること光栄です。そうだね、はいはい。さあやるよ。片方攻撃したらまた攻撃してきそうな2人じゃん。一回観察ですね。トントントン。うわー、あのクロスボウかっこいい。ドキドキの私も新しい武器試してみた方がいいかもね。そうね、ブーメランもいいけどね。だってかっこいい武器じゃなくってパワフルだもんね。全力を出すチャンス、やらないようにしなくち
全力があるのね。ドンドンドン。申し訳ないです、ポイさん。大丈夫です、お仕事なのは分かってますから。みんな彼の剣と大砲に気をつけろ。誇りを持って戦わないと。剣、大砲か。大砲か、怖いな。お、よし、固まったぞ。ペリー、毎ターン回復系か。じゃあ手前にいる人を先にやろうかな。ちょっと硬いね。あ、でもアイスフォール使いたいから、 B 君じゃない、リーフ君は取っておいて、カブさんも攻撃でいいかな。突進したいところだけど。で、アイスフォールいきます。よいしょ、オッケー。よいしょ、ピーちゃん後ろに下がって、よいしょ、オッケー。からの、全く一緒でいいでしょう。申し訳ないですね、申し訳ないね。お、よいしょ、いいぞ、あと一発。なんでピーちゃんばっか攻撃するの、防御できないのよ。ちょっと厄介だな。まあでもいっか。攻撃しよう。あとは残りは普通に攻撃だ。それか TP 回復したいな。それちょっとアイテム使おうかな。あ、違うよ、アイテムで TP を回復したい。あ、雲の封印も次使おうか。リーフサラダ、キノコサラダ、ジードシチュー、リーフオムレツ、ハニーキノコ使おっか、ビーちゃん。よし、あ、大砲か。あ、やめてよー、ビーちゃんばっかずるいよー。トントントン、はい、よいしょ、ぽいちゃん、ぽいで、普通に攻撃しよう。リーフ君も攻撃力上がったね。よしよし、いいぞ。それ、からのトントントン、はい。あー、ギリギリ倒せない感じだ。いやーね、いっか。あ、倒れたねあれ、倒れてなかった。よし、ピーちゃんで吸い取りでフィニッシュです。あー、ちょっとナブさん回復して終わった方が良かったかな。あ、ありがとうございます。レベル上がれば良かったんだけどな。ぐねね、すさまじいな。倒すことになってしまったのをどうか許してください。別にフェアに戦ったんだし、謝らなくてもいいんじゃない。そうね。あー、ポイを倒すなんてクロスまで嘘でしょ。うん、いくらか腕に覚えはあるようだな。なんと、まあ、あなた、ポイとクロスはやすやすと倒せる相手ではなくってよ。だからなんだ、そうたやすく勝利したなどと言わせるものか。さあ、厳しく鍛え抜かれたベテランにさえ恐怖をすり込む我らが捕らえたモンスターを見ろ。そんな、本気ですか、あなた。源氏ゾウムシを解き放て。私が捕まえた、私たちが捕まえた子ですよ、これ。おや、国王は知らないんだ。またこいつのこと倒さなきゃいけないわけ？ダメダメダメですわ。これではあまりにつまらない。皆さん、そうは思われません？親愛なる観客の皆さんにもっともっと素晴らしいショーをご覧に入れましょう。誰？この声はまさかもしかして、あ、もしいわそうです、私です。この世で一匹のシロアリの王国で一番に愛されているモシーバですわ。モシーバってシロアリだったの？モシーバ、モシーバ、モシーバ、モシーバ。おお、モシーバではないか。おほほほ、相変わらず耳に心地いい声ですこと。調子はどうだ？2匹ともここで何してるんだ？女王様からいただく名誉をこれ以上かすめ取らせるわけにはいかなくってよ。あなたたちがコロシアムで戦うと聞いたとき、これは強引にで
でも絶対行かねばと思いましたもの。結局アリの王国の人たちじゃ、まあでもスズメバチとシロアリなのか。僕らの邪魔をして君たちに一体何の得があるんだい？そうだよ、私たち味方同士じゃん。この試合は敵の力を確認するものだが、同時にお前たちの力を確かめるものでもある。俺たちがお前たちを倒せばこっちの方が優れていることを示せるわけだ。そうすればジョン様があなたたちとつるむ必要はなくなりますわ。バカバカしい。これで何もかも台無しになるかもしれないって分かってるのか？女王様がシロアリの王からの信用を失ったらどうするつもりだ？お前たちが俺たちの助けなしでスズメバチの王に負けたらどうするつもりなんだ？完全にすっかり頭がおかしくでもなったのか？正気の沙汰じゃないぞ。まったくあなた物事を深刻に捉えすぎですわよ。私たちの方がアリの王国をずっとよくできますわ。あなたたちで負け組よりもね。俺たちは前にお前たちの命を救っただろう、この魔女め。それについては何も言うなと言ったでしょう。ザスプ、君は僕らを何度も助けてくれたよね。彼女を説得することはできないのかい？勘違いするな。俺はおしいばのためだけにこんなことをしてるわけじゃない。それも大きな理由ではあるがな。え、なになに、ザスプの考えって？ああ、もう現地ゾウムシに戻ってきてほしいよ。黙って戦いなさいな、腰抜けさ。観客を心躍らせ、沸き立たせようじゃありませんか。もしば、もしば、もしば。え、エビのアギト会。エビのアギト会。応援してくれる人もいるぞ。もはははは、その通りだ。もしばの賞には見る価値がある。なんという嬉しい偶然でしょう。これは楽しみですわね。それでは試合始め。もしばってガじゃなかったっけ？でももう知っている敵なのか。もしば攻撃したら怒るっけ、ザスプって。あ、そうよね。あ、しまったな。こりゃリーフくんに清めるしてもらわないといけないな。しまったな。ちょっと一回アイスフォールして、失敗したな。あ、でもこれでザスプがこうなって、あ、しまったな。ターンを譲って、リーフくんに普通に攻撃してもらおうかな。オッケー。ポン、ポン。やばい、B ちゃんが前にいる。よいしょ。まあまあまあ、先にもしえば攻撃して、清めれば OK だ。コンとやって、怒る。怒ればいいさ。怒ればいいのさ。で、アイスボールして、さっきと同じ手順でいこう。凍ったら OK だね。凍ったらもうそのまんまにして、リーフくん。いや、何もしなくていいかな。いや、でも、多めに食らうからね、氷の、氷壊すと。バーン！あたたたたたたた！食らっちゃった、思いっきり。さあ、おカブさんの攻撃力が上がっているぞ。よいしょ。ドーンからの、あ、場所変えられないな。んー、どうしよっかな。これは突進して倒せたら嬉しいけど倒せないな。アイスフォール、あ、いや、どうしよっかな。まあ、チャージ1か。じゃあ、いっか。回復しよっかね、アイテムで。キノコサラダで。カブさん回復させて。よし。あ、防御できない。あー、失敗したー。強い。あう！あー、しまったな。間違ったな。手順を間違ったな。アイテムはリーフくんしか使えないから回復して、どうしよっかな。よいしょ。で、ちょっと譲ろう。で、
とりあえずモシーバだけ倒してもらおうかな。ゆくにね。これで凍ったらラッキー。お、うん、凍らない。やばい、カブさんやられるぞ。あ、防御できなかった。防御できなかった。寝たのかな。うーん、どうしようかな。あ、無限に上がっている。あげまして。あ、アイテム使えないんだった。しまった。ちょっと待って、ちょっと待って。B ちゃんがアイテム使えないことを忘れていた。アイテム清める、清めるで、これ攻撃力アップを消せるんならすごく。あ、しまった。TP と HP、 ジェイドシチューを食べて、うん、まあ、譲ることはできない。 B ちゃんが攻撃するしかない。おい、あ、挑発だ。よいしょ。でも挑発ぐらい全然なんともないぞ。はい、カブさんが怒っている。すごい攻撃力でしょう。よしよしよし。清められるかな。はい、清められないな。ごめんカブさん、ごめん。やられる、あなた。あ、いいちゃんに挑発。あ、一発だけ。あ、倒しちゃうぞそんなの。トントントン。はい、やられててもね、経験値は全体に入るわけだから、このゲーム別にやられてもいいのよ。よし、行け、フリーズコフィンだ。凍れば嬉しい。トントントン。あー、凍らないか。やられはしないよね。よいしょ。ごめん、ごめんよカブさん。よし、ピーちゃんやってやって、それ。ヒヒヒヒヒヒ。やったー、上がっ、ギリギリ上がらない。曲がかっこよかったね。ぐー、あー、もしいっぱ、はあ、はあ、お前たちこれで気が済んだか。頼むよ、もう諦めてくれ。私まだまだいけるからね、いい加減ギブアップしなっての。確かに B ちゃんだけまだまだ元気だった。ああ、わかりました、わかりましたわ。もうどうでもいい、諦めます。そちらの勝ちです。満足ですか。まあ認めてやるよ、蛇のアギト隊。今日はお前たちの方が一枚上手だった。なんて無様な終わり方だ。もしは B カブギリフ、やったー。なんとも激しいバトルだったな。バグアリアにはこんなにもたくさんの強者がいるのか。つまり悪くない試合だった。ふふふ、あなたったら。おほほほほ、皆さんありがとう。私たちとあの3匹どちらもとても強かった。そうでしょ。どうか次のショーも見に来てくださいましね。私をもっと近くでご覧になれますわよ。エビにおぎとたいバンザーイ。やったー。おっとっと、町は新しく生かしたアイドルを迎えたみたいだね。そんな、あなたたちが歓声を浴びるなんて信じられない。観客は正義がすごく気に入ったみたいだな。シロアリたちの趣味が悪いだけかもしれませんわよ。もう、あ、やっぱガですよね。もしいば、本物のファンはいつだって必ずいるさ。例えば俺とか。大好きだもんね、サスプね、もしいばのことね。ぬいぐるみ持ってたし。どうしましたの皆さん、もう一度私の名前を呼んでくださいまし。 B カブリーフ、モシーバ。立場逆転だ。ちゃんといるよ、モシーバの方にも。これで今日の戦いは終わりだ。蛇のアギト隊よ、後で玉座の前へ来るように。茶番は終わりにして重要なことを話さなくては。よく戦いましたね、後で会いましょう。よしよしよし、これで信頼は勝ち取ったな。ぐむむむむむむむ、バカな観客どもと来たら。俺たちはもう行く。変なことしようとか考えないでよ。お黙りなさい、あなたたちの話なんてもう二度と聞きたくないですわ。まったく、さようなら。なんかもうかわいそう。
ものすごくくたびれたけど、俺たちやり遂げたな。ホテルで遊んでるや暇はないよ。お後ろに行かないと。ね、これ買わないといけない。うん、マジックシード使っちゃったからな。よし、すごかったでしょ。君たちの勝ちにかけたから、たくさんベリーを稼げたよ。その調子で頑張って。すごいね、君たちがあんなに強かったなんて知らなかったよ。すごいでしょう、あなたも稼げたね。あ、どうも、勝ったんですか。すごいラッキーでしたね。また戦いたいなら後で戻ってきてください。ずっと勝ってくれるならあなたたちにかけ続けますよ。ふっふっふ。あ、出て出て。体力下がったりもあんまだけど、きっと大丈夫だよね。すごかったでしょ。うん、うん、労働。ん？ああ、うんうん。ああ、ヘビのアギト隊じゃん。私一番のファンなんだよ。いや、あ、そうかもしれない。そっか、あの人はバグレンジャーが好きなだけだ。ヘビのアギト隊ではなく、この人も変わらないでしょう。よし、行こうね。やったね。おお、外からの旅行者が24代目チャンピオンになるなんて思ってもみなかったよ。すごいでしょう。ポイとクロスに勝ったのか。それを見逃しちゃったなんて、そんな嘘だ。そうね、門番お疲れ様です。うん。あら、あなたたち外国のチャンピオンよね。チャンピオン、すごい。やっと僕らはあの子のメガネにかなったみたいだね。チャンピオンって前だけじゃないよ。あんたたちまるでバグレンジャーみたい。え、シロアリもバグレンジャー知ってるの？有名ではないけど、ルールが厳しくなる前の懐かしいものが好きな虫たちは知ってるわね。一度お芝居がこの町に来た時は、みんなしばらくよく話題にしてたわ。バグレンジャーが本当にいたなんて知らなかった。ごめんね、違うんだ。偶然似てるだけなんだよ。チェ、せめて君が一体どうして悩んでるのかだけ聞かせてくれないか。きっと私のこと笑うと思うよ。カブとリーフは絶対笑わないよ。ピーちゃんはわかんないけどね。あのね、私この一月ベリーをずっと貯めてたの。グリーンレンジャーのバグぐるみを買うつもりでね。限定10個しかないやつだよ、知ってるでしょ。でも十分ベリーが溜まったその日に誰かに買われちゃったの。だからめっちゃ頭に来てるんだ。あ、それ私たちかも。それは最悪だね。助けになれるかわかんないな。俺たちに何かできるか考えてみるよ。元気を出して、いいかい。言うのは簡単だよね。ここでついにバグレンジャーのぬいぐるみを使うのか。テリーのためにバグぐるみを手に入れてあげられたらいいんだけど、でも見つけるのが難しいから。でも私たちは買ったんじゃなくてもらったよね、確か。何さ。はあ、カブさん、いいのかい。すごい喜んでたけど。はい。ちょっと待ちなよ。カブ、本気なのかい。ばったり出会ったただけの子にあげていいの。大丈夫さ、みんな。確かにバグレンジャーは俺に探検するための勇気をくれた。でも俺にはもうレンジャーは必要ない。今までの俺たちの旅を振り返ってみろよ。雲を倒し、マシンや盗賊も倒した。そしてあのビーストも。みんな一緒に頑張ってやり遂げたんだ。全部本物の冒険だった。俺たちはもうバグレンジャーを超えたんだ。だから次の世代に譲るのさ。それで新しい子が探検したいって夢を見られるかもしれないだろう。カブ、ねえ、何話してんの。君にあげたいものがあるんだ。嘘でしょ、すごいすごいすごい。あら、まあ、見つけてきてくれたの。これマジでもらっていいの。もちろんさ、いつか君だってバグレンジャーみたいに強くなれるぞ。それいくらしたの。私の貯金取ってくる。お金はいらないよ、気にしないでくれ。そのベリーは何か美味しいものでも食べるために取っておくんだ。本当にいいの。ただであげるよ。
ってもちゃんと大事にしてね。毎日新品同様に綺麗にするよ。ありがとう。あなたたちみたいに親切な虫なんて想像いないわ。それに強い。なんてことないですよ。さてと俺たちはそろそろ行かないと。お金じゃ幸せは買えないって言うしね。チェ、カブがこんなにかっこよく見れるなんてさ。ひひひ。さあ次のいいことをするチャンスを探しに行くぞ。実績解除やったー。またいつでも来てね。もう私機嫌悪くしたりしないから。これで暮らしの雰囲気がずっと明るくなったわ。ありがとう。どういたしまして。やったね。よし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 。おお、やった。なんかここの後ろ潜ったらいけるかなって思ったら分厚い本ゲットでした。やったね。ああ、もう信じられない。兄さんたらまた昼飯を忘れてったのか。あ、うん、兄さんを探すのしんどいだろうなって。大変なん、なんか特別なところにいそうだな。この道を進むと、うん、こっちはもう多分いいよね。話題にはなってるかもしれないけど。うん、兄さんってあなたじゃない？違うか？違うのか？おまじない切れたの忘れないようにしない。ネロね。あ、成虫の儀式が台無しになっちゃう。あのムイムイ言ってる子じゃない？これひょっとしてネロって。あの子がシロアイの幼虫なのかは知らないけど。あ、なんかできてる。メインの掲示板をバグアリア中のクエスト掲示板とつなぐことに成功したよ。これでようやく助けが必要な虫が全部見られる。やった、掲示板だったのか。あ、ランチ配達ね。間抜けな兄さんが見捨てられた地に出かけていくのにまたお弁当忘れてったんだ。イライラするよ。コロシアムの外にいるから詳しい話を聞きに来て。急いでな。はい。あ、ちょ、なんか霧の中の親友、親友のネロがいなくなっちゃった。ネロのことだから見捨てられた地に逃げたはず。違った。連れ戻してほしいの。きっと怖がってる。シロアリホテルの外にいるから話を聞きに来て。眠れない。あ、眠れないはいけるよ。私働きすぎてるんですけど、仕事を止められないんです。ここ数日ろくに眠れてません。シロアリシティの広場まで来て話を聞いてくれませんか？うん。何だったんだ？あれ？もう28分も撮ってる。早いなぁ、時間が経つのって。あ、タネリン狩りかな。ドームを離れる機会がなく、タネリンと呼ばれる奇妙な生き物を知ることがなかったのだが、研究者としては知っておかねば。シロアリシティマンションの5階へ来てくれ。わかった。よし。では次回はこのクエストの話を聞くところから始めようかな。聞いてからあっちのね、ストーリー進めていきましょうか。はい。では今回はここで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。